キングでトップに立ち、注目が集まっています。今日の試合、実況を務めますのは西岡明彦です。福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ファンとしても楽しみな試合ですね。本日のアウェーチームはいかがでしょうか。このチームはアウェーではまだ負けがありません。アウェーでの戦い方は慎重かつ大胆で、なかなか面白いですよね。平均的なチームと比べれば、アウェーでの勝率 100% は驚異的な数字ですよ。さて、このゲームのホストチームですが、残念ながら今シーズンのゴール数はリーグワーストと得点力に欠けています。一方、ゲストチームのゴール数はリーグトップです。今西岡さんが言った通りのゲーム展開になるとしか思えませんね。こちらがホームチームの先発メンバーです。珍しい 5-2-3 ですね。失点も抑えやすいシステムです。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド全体に選手を配置するシステムです。湘南のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。パスをサイドに送ります。クロスがディフェンダーに当たりました。小林、秋野博貴、高橋亮、じっくりと出しどころを探します。これはもったいない。ボールを失いました。勝ち越しゴール来るか。安定したボールさばきです。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。スタジアムからはすでに試合に対する期待感が伝わってきます。こういう試合前の雰囲気はいいものですね。阿部拓磨、スペースに走らせましたがこれは通りません。しかし積極的に狙っていきます。クリアしました。決定的ともいえる場面、素晴らしいクリア。いい形でゴール前まで持ってきました。レフェリーはコーナーキックの判定。中に入れた。キーパーがコーナーをパンチング。これはスローインになります。高橋亮、ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。中野義弘、攻守の切り替えが大事です。相手が寄せてきました。サイドから攻撃でしょうか。小川圭次郎、カウンターのチャンス、仕留められるか。カウンターのチャンスが続く。前方に運びました。スローインとなります。
ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ここでボールを奪い、スルーパスが味方に通る。ここはゴールならず。強いシュートが外れました。精度の方が大事だったと思います。思い切り打つことはなかったんじゃないでしょうか。カットしました。ここはどうするでしょうか。見事なスルーパス。これはチャンスだ。ボールはキーパーの手の中へ。菊池俊介、大野和成。素晴らしいボールです。スルーパスでしたが合わないか。阿部拓磨、キーパーの素晴らしいセーブ。ボールは大きくクリアされています。チャンスを逃しました。菊池俊介、このまま行きたい。ここは引いています。相手を誘っているのでしょうか。ここからどうする。リードを奪いたい。一旦ボールを蹴り出します。奥の広明、秋元が処理。スコアは0対。後半のキックオフです。このパスは読んでいました。ファールの判定です。フリーキックですね。このパスはダメでした。通りません。サイドのスペースが広く空いています。スローインでのリスタートとなります。大野和成、これはいけません。あっさりとパスカット。笛が鳴りました。ファールの判定でフリーキックです。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。サイドを崩し狙ってきたぞ。これは入りません。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたからしょうがないと思います。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。菊池俊介、主審はプレーを続行させます。1点リードにできるか。ハーフナーマイク、ボールを運びゴールに襲いかかります。勝ち越したい。これはポストだ。このボールは相手にクリアされました。勝ち越す絶好のチャンスでしたが枠に嫌われましたね。抜けた。菊池俊介、ここは先制点が入りません。試合が動くかと思いましたがプレッシャーがあったかもしれませんね。どちらのチームもここで選手を交代してきます。八須賀浩二、ここは縦をつくでしょうか。阿部拓磨、このシュートは外れます。中野義弘、そのまま前に進みたい。
これはポストに弾かれたか。リードする絶好のチャンスでしたが、枠に嫌われました。このパスの先には誰もいません。スローインになります。選手がピッチに入ります。石原直樹、ニアポストにいいクロス、キーパーに奪われました。ちょっとコースが甘くなったか。シュートを狙う、秋元が処理。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。高山薫、これはスローインになります。見事なスルーパス。スルーパスだ。残り時間も少なくなってきましたが、ここでこの試合最初のゴール。ずっと膠着状態が続いていましたが、ついにゴールを奪いましたね。いい時間帯の得点です。このゴールは大きいでしょう。非常に重要なゴールが入りました。別のアングルからご覧ください。ここから試合が慌ただしくなってまいります。苦しい試合ですが、ホームのサポーターの歓声は大きくなっています。選手たちにもよく聞こえているはずです。このまままだボールは生きています。前に出しましたが気を抜けません。キーパーのファインセーブがなければ終盤で点差を広げられるところでした。しかし首の皮一枚つながったとはいえ、もう時間がないので早く反撃に出たいですね。キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。ハーフナーマイク、ここで試合終了を告げる笛が鳴りました。ベガルタ仙台の勝利です。福西さん、攻めを貫いた姿勢、気持ちがいいですね。そして勝つわけですからね、人気が出るわけですよ。